にちは。こんにちは。本日は何しましょうか。はい、金図のね、未生の木を2年前に何本か手に入れて、植え替えしたら根っこがぐるぐる巻きになってて、はい、切ってもったいないから根伏せしたいかなと思って、なるほど、ここに伏せといたんです。最初出るかなと思ったら意外と出ますね。でこれをもうあったかいから金図ね、少し待ってたんですけど新芽も伸びちゃったんでね、鉢上げをする。鉢上げって言ってももう土鉢にあげるだけですけど、やってみたいと思います。はい、寝伏せなんで下がどうなってるかが、そうですね、うん、分からないんで、結構根はね張ってるんですよ。これほぼ 100% ぐらいでついてる。何本か枯れてるのがありますよね。これとか、ありますよ。こんな感じ、ね、根っこここで切って寝伏せしたやつですね、こんな感じで、はい、あんまり曲がってないね、これね。結構出して植えてます。そう、少しは出しとかないとこれとかも結構出てるように、少しで出しとかないとね、完璧埋めないで少し出しときますよね。寝伏せっていうのはだから植え替えした時に根を切って、根っこを埋めとく。そうです、そうです。こっからこうあって本体があるんですけど、根が多すぎて鉢に入らないんでバツバツバツって切っちゃったんですけど、結構太いのでもったいないから、これは根伏せ、よくやるのは長寿梅とか。あ、やりますね、こんな太いのも。根伏せはあの挿し木と違って根っこなんで、意外と引っ張っても平気なるほど、ほら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 、根伏せはだから面白い曲ができるのが。そうですよね、なんだこれすごいことになってる。すごいことになってますね。これちょっと太いですよね、すごい、まっすぐピュッピュッて伸びてね、切んなかったからねほっといたんですよ。だからこういうのはもうここで切っちゃって、これはこれで刺しとけばつきますけど、そうですね、ぶつってよいしょよいしょ、まあごく普通の、これだと刺し木とはあんま変わんないですよね、植え方ですよね。こう植えて、こう今こう上がこうなってますからね、でここで切っといてこう立ち上げれば、捨てちゃう根っこなんでね、面白いと思います。寝伏せの方がやっぱさし木よりもいいイメージはありますよね。じゃあしっかりしてるからね、根っこだから。さし木だと根がね、さっきみたいにないのもあるんで、ちょっとねこんな感じ、ここで根上がりにしてね、でこっちねこの辺で切って上に枝出して形変えていくね。もともとね捨てるとこだから、これはもう土鉢に植えるしかないです、土鉢だと長い方がいいかな。これはねこうなってでしょ、だからこの根っこはもう切りますよ、このぐらいは切んないとね。でこれがこうなるわけだからこっち向いてますからね、これはここで切って、ね、でこれもねこっから吹かせ直しした方がいいんで、ここはもう今年花が咲いて実がつくんです。これも去年咲いて実がついたのがあったんです。おお、根伏せの状態で。そう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 。でも形作るんなら多少はねあれしないといけないんで。そう。1年前に刺した。とこれで丸2年ですね。2年間。2年ほっといた。こんな色になっちゃったんで、ちょっと寒がらせたんで、危ない危ないと思ってほっときました。ここから出したいけど、でも逆に枝出ちゃうんで、逆枝嫌だから。ちょっと根っこ上げて、ここの根っこのとこ、持ち上げてもいいし、多分今年新芽が出て花咲くと思いますよ。そうすると、ポンと生鉢に入れれば、秋にね、実がなってからね、できると思います。これね、問題はこの枝だよね。枝がぶっといのがバツって出てますから、取っちゃうのもなんだんで、一回切って新芽出させるしかないでしょうね。こっちも切って、で、この状態からやりないと、これ直根がありますので直根切ります。こんな感じですけどね。でもこっから出れば、ね、これ取っちゃう気がないもんね。せっかく出たの。でこれはこれで新芽をこう切って。カエルすごい。カエルがうるさいんです。雨が降るわけじゃないのになんであんなに鳴くんだろうね。
刺したら面白いんじゃないかさ、ね、友達みたいになるのかな、うん、そうですね、面白いよねこれね、これじゃ長いから ね、こうできるんだ、こうやって形になる、これは後で刺す、はい、じゃあこれはこのくらいの鉢で1年間これで育てるということで、はい、で来年本鉢にあげると、そうですね、そのくらいの方が枝が作れるでしょう、うんね、気長にやらないと盆栽は1年で全部成功するっていうわけにはいかない、やっといてどうだったかなっていう感じで見て、それで、ね、やんないと、ある程度数持ってた方が面白いですね、きっとね、うん、だから1本木買ったら挿し木して取り木して根伏せして、うん、そうするといろんな形のができるし、ね、本体はそれでまたかっこよくなっていきますから、お友達と交換したりしてね、いっぱい。そう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 。でちょっと粗いので植えます。金図はね、あんまり細かいのだとね、良くないんですよ。で今度これ、じゃあで、金図って意外と丈夫ですよね。寒さに当てなければ。当てちゃうとね、一発でね。これは細かいの入れないで、これで大丈夫、よいしょ、少し咲きますよ、きっとこれ。本当ですか、うん、咲きますよ、だって花まだ上がんないでしょ、うん、これですよね、どういう風に植えたらいいかな、ここの根っこ取っちゃったらいいね、うん、多分、これそうですね、うん、これ邪魔ですよ、邪魔です、これ真ん中の葉っぱたくさん切ったからここも切れるみたいな、そうですね、うん、植え切っちゃったからね、うん、こんな感じでやればで、ここに入れとけばね、後からどういう風になるか、この枝がいらなくなる、これがね、ちょうど角に生えてるんでね、こっち側にね、うん、確かに、うん、こんな感じでね、ちょっとこれさっきこういう状態だったんでここ取っちゃったんで、はい、持ち上げて植えられますか、うんうん、最後効くかな、銀図は刺してもつくし未生でもできるし寝癖もできるとなれば、うんね、なかなかあれですよ、1本持っとけば、そうですよ、楽しめますね、だってこんな太いので出るんだもん ね、うっつりやってもね、大したもんですね、あとからどういう風に芽が吹いてくるかがちょっと楽しみと、うん、これでいいとこに実がついたら面白いよ ね、かわいいですよ今度芽が吹くときはこっちに出ますからね、上に上に行くわけだからね、うん、こう上がってきますからね、さっきはねこう出てたから、はい、こんなのがいろいろできます、これ全部やったらいっぱいで何本あるかな、うん、黄色いの大丈夫かな、これが皆さんの手に届くのは秋、早くて秋に実がなってればもう、うん、根が張ってますからね、大丈夫、本鉢に植えれるんですか秋、それはねあんま崩さないでやるしかないですよ、軽く、うんうん、やってね、すぐ吹くとすぐ花咲くんですよ、金図って意外と早いんで、これはこの上を刺したやつだね、本体があって下は根伏せ、うん、上は伸びてたのをブツブツっと切って刺して、だからこれをねこういうのを刺して作ったやつ、これでも十分花咲きます、これで鉢が去年入ったんだから年数的には一緒ですね、一緒、あ、刺して 2年か、うん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 、すごい粘りですよ、根っこすごい粘るんです、形はそんなに良くないでもこんなちっちゃいのもできる、やっぱ強いからこういうちっちゃい鉢でも結構安心、あ、そうですね、水さえちゃんとやってれば、うん、このサイズでも別に全然生きていきます、金図強いです、金図強い、はい、花は花は白です、白で初夏に咲いて実が緑色で黄色くなるのが11月ぐらいです、うん、冬だから落葉しないですか、落葉はしないですね、ずり葉ですよ、新芽がほら伸びるでしょこうやって、はいはい、こうやって新芽が伸びてくるとこれが黄色くなって落ちる、うん、取っちゃうからね、こうやってね、こういうとこから出てるから、それ寒さに注意と、寒さだけは注意しないと、うん、
関東だったらやっぱりビニールハウス入れないと野ざらしってわけにはいかないと思います、うん、まあ発泡スチロールとか。そうですね、うん、東海から名古屋あたりだと外で平気だって言いますけどね。なるほど。ちょっというわけで今日は金図寝伏せでした。寝伏せでした。寝伏せのおすすめの木はバラとかもできる、はい、バラもできるし、うん、だいたいあのあれが出るやつ、ヤゴ枝が下から出るやつはみんなできるから、はいはいはい、ただ太い根っこじゃないとね面白くないかなと思って、うん、寝伏せばっかりやってる人いるよ ね。ツルウメモドキは寝伏せが最高にいいです。あ、そうですか、うん、あでもなんか見ますよね、そういう、うん、あのこんなになってね、うん、根っこのとこを持ち上げたやつはツルウメがいいんだけど、うちツルウメ今ないんで、まあいいんだから寝伏せしてません今度やってみますというわけで、はい、今日は寝伏せの鉢上げを、はい、教えてもらいました。なんかお知らせありますか？5月ぐらいの動画だと思います。5月は浅草の浅草寺の真裏にゴロゴロ会館っていう雷おこしの大きなビルがあるんですけど、はい、そこのところから入る通りで植木市、結構有名な江戸時代から続いてる植木市、富士の市、5月の最終土日で27、28かな、27、28、うん、うん、土日ですね。それでそこで通りであの植木市が出ますけど、盆栽だけじゃなくて野菜の苗木から観葉植物、うん、サボテン、はい、ありとあらゆる植物がずらーっと並んで、でまあうちはいつもの通り盆栽と山野草、はい、で鉢も持ってきますけども、そこであとはあの屋台のね、うんうん、お好み焼きとか、はい、あそういうのもいっぱい出ます。去年行った動画があるので、サブチャンネルの方に上がってる動画があるので、興味のある方はそちらもご覧ください、はい、ではありがとうございました、はい、ありがとうございました。後輩、秋の後輩、牢屋垣の後輩中、もうほらほら、これがメス、それメス、これ柿です。メスがあって、オスがしちゃった。これオスギなんだけどさ、ああそれこれ、うん、全然形が違うこうヘタがないのがオス、でヘタが柿のヘタっていうんですけどね、これ、はいはい、うん、柿にこうついてるやつね、うんうん、ヘタがあるのがメス。なるほど。でこうやって置いとくだけちょっと勝手に交配してくれる、うん、ちょっとバサバサに伸びてますけど、交配終わったら今度カットして形作ろうかな。ケヤキもいっぱいあるんですよね。ケヤキはあの苗木がね、今年が去年は結構8人入ったのがあったんだけど、このくらいだとねちょうどいいよね。ほらケヤキって感じ、うん、でちょっと葉っぱ大きいんで、これは1回剥がりっていうか2、3回剥がりかけるんですけど、はい、これほっとくとぐちゃぐちゃになってね、あれになっちゃうんだよね、うん、ほっとくとこうなる。これもう一回切り込んで剥がりしてやるのね、うん、そうするとさっぱりします。植え替えはしない？植え替えはできますよ、剥がりかけた時なら。そうそう、ね、うん、剥がりかけた時ならできる。だから根っこがねこれね直根あるからね、うん、やってみないと分かんないですけどね、うん、これがやった後だから、こうこうやって、うん、掃除すると。そうです、こういう状態にするんです、はい。まあ苗木なんでね、まだまだね。俺バックにすんの？そうそうそう。日向でもいい？日向でもいい。これで咲いてないかね。手もっと伸ばして。もうちょっと顔で見せた方がいいかな。もうちょっと上上げて。こんな曲ができるんですみたいな、もうちょっと手を挙げて、はい、これで、あ、これ広角にしてこういう風にやった方がいいのか、これバズるかな今までない様なかもしれない。よし、OK 大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫ですか？これサムネで伸ばしてくださいタイガーファンにいないっしょ。いるよ、いっぱい。